本作を監督しました白石浩二です。皆さん映画はいかがでしたか？すいません、強引に。楽しみつつも神経つづりな映画なんで、楽しんでいただけたら本当に幸せだったんですけど、短い間ですがよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。田中さん、よろしくお願いします。はい、永田中演じました田中俊介です。今日東京初日ということで、こうやって、多くの方に集まっていただき嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。宇野くん、よろしくお願いします。すいません、こんばんは。あ、こんばんじゃない、まだこんにちはですかね。同じ時間に見ていただいてありがとうございます。江野翔平役の宇野翔平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。白石さん、恋のクレイジーロードという、18分の、短編からリブートでこれが出来上がりまして、はい、本当に皆さんに見ていただいた通りでしたけども、白石さん的にはいかがでしたか、どうでしたか、これはもう完成して皆さんに見てもらうというのは。本当に映画としてもリブートなんですけど、監督としてもリブートしたような気持ちで作った作品だったなと思って、はい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 、これからちょっとね、リブートされた白石の作品がまた快進撃を続けていくんじゃないかと。自分で何言ってたって感じですけど、いやいやいや、大事です大事ですよ。それぐらいのなんか手応えのある作品になりましたね、これは。田中さん、どうですか？いや、やっぱり白石さんの作品は恋のクレジーロードっていう短編で初めてご一緒させてもらって、はい、そこで、多重人格の男を演じて、今回は獣化する、ひ弱な青年っていう、はい、なかなかそんな役やれないですから、この作品で多分今後ないと思うんですよね。多分白石さんのタッグを組まない限り、こんな獣になるようなっていう役をやれないと思うんで、そういった刺激的な役をやれて、もうとにかく楽しかった、っていう思いがありますね。はいはいはい。しんどくもあった。いや、しんどい、そりゃしんどいですよ。そりゃしんどいですよ。だって4回ぐらい変身してるじゃないですか。してますからね。あの変身は疲れますよ。まあね、皆さんはこうお客さんでさりげなく見てると思うんですけど、ものすごいこう普段使ってない筋肉を使うらしくて、そうなんですよ。はい、だから一発目の変身の時に 100% 自分の中での出しちゃって、はい、やばいやばい、あと3回残ってるぞ、それを超える変身しなきゃっていう感じで、めちゃくちゃ筋肉変なとこ使ってやりましたね。さすがです。まあちょっとね、なかなかメイクもなしですからね、本当の白目ですからね。ファンデーションぐらいはファンデーションぐらいはローメイクではないですけど、途中はメイクしたりね、特殊メイクはありません、ありませんからね。完成品を見たプロデューサーが田中君の白目を見て、あれは何、コンタクト入れてるのって。いやいや、生の白目です、そのままです。いい感じでこう照明も入ったりとかして、ちょっとね、えぐい感じの色になってて、それ効果的だったんですよ。いい白目を向いていただいて本当に嬉しいです。いやいやいや、なかなかちゃんと白目を向いてくれる役者さんがね、いないんですよ。ああ、そうなんですか。あとやっぱね、白目向くのが苦手な人もいるんですよ。やれないっていう人もいる。不可能な人もいて、だから本当に田中君は獣俳優ですよね。獣俳優、今後獣俳優です。獣俳優、ね、ま, あ、またやっていただこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。白目の仕事は、白目の仕事は今後増えると思いますよ。白目の仕事。そうですね、僕はじゃあ変わる前の最後に、じゃあ宇野さんいかがでしたか？そうですね、白石監督の久しぶりのオリジナルの長編に、はい、僕自身も参加できて、で、その短編の時にまさか長編になると思ってなかったんで、でまた助走すると思ってなかったんで、そうですね、本当に僕はやっぱ女性がいかに普段寒いってことをやっぱ実感しました。はい、そうです、寒いんですね。ね、田中君もミッドナイトスワンで、はい、女性の格好してたから、やっぱり寒いっていうのは、はい、そうですね、スースーする感じがしますよね。電線とかね、ちょっと気になったりして、電線タイツのね。そうですね。でもストッキング、あれ履いてたらあったかいって言いますけど、やっぱ寒いんです。僕二重にしてましたけど、あの動きなんでやっぱり破れるじゃないですか。ああ、はいはいはい、寒かったです。あ、破れたとこから結構寒さが来る。結構寒さ。ああ、そうなんですね。それやっぱり履いてみないと分かんないですね。そうですね、二重でも。本当コンビニでも買えるんでね、帰りに買って帰って。お家で試してみるって言っていいね。そうしたら普段からタイツ履いてないよ、普段から。まあ履こうと思えばね、行きますからね、ちょっとね。
楽しますかね。じゃあ皆さんもじゃあね、あの男性の方も楽しんで。ありがとうございます。